バスケットボール以外でこれは誰にも負けないっていうことありますか？本当に落ち込むことがほとんどないっていうのはポジティブさというか、あまりネガティブ何も捉えないところがいいことだと思います。結果が大事ですか、過程が大事ですか？両方大事なんですけど、個人としては結果ですね。どんだけいいことやっても結果で繋がんなかったらそれがいいことだと思えない方なので、結果がやっぱ全てかなと。ルーティーンってありますか？同じような時間に同じような行動をしていくので、まあそれがルーティーンなのかどうか、なんかこれをやらなきゃいけないっていうのではないですよ。座右の銘、人生のスローガンってありますか？自分らしく的な、just be yourself みたいな感じが一番かな。嘘をついたことはありますか？あります。どんな時ですか？まあ、遅刻した理由だったり。ご飯派ですか、パン派ですか？ご飯派です。朝方ですか、夜方ですか？夜方です。初めて車を買ったのはいつですか？日本戻ってきて、プロになった時に19歳です。集めてるものとかってありますか？スニーカーは好きだ。半年休みって言われたら何をしますか？どうするんだろうな。まあでも、海外に単独行動派ですか、団体行動派ですか？場所によるかな。それこそ海外旅行行ったり、何人か行きたいんですけど、買い物するとかだったら一人。自分の好きなところってどこですか？ポジティブなところ。自分の嫌いなところってどこですか？迷うことあると思うけど、でもしょうがないなと思ってるんで、もうちょっと慎重欲しかったなっていうのは思います。学生の時、プロになったらこれはやってやるって思ってたことってありますか？あります。一人暮らしをして冷蔵庫に好きなものを詰めて綺麗に並べることです。結構いると思うんですけど、自分の家はもうコンビニみたいな、もう好きなもの好きいつでも取れるって言ったりしたり。何を絶対ありますか？いや、もうアイスです。自分が会社の社長だったらどんな社長になりますか？なんか自分が誰かの上に立つ想像できなくて、だからこそ、まあ、チームの監督もそうだけど、すごいなって、チームをまとめるのもそうだし、仕切るっていうのも大変ないだろうなって、想像もつかないです。雇われる派より雇われたい派、そこが難しいと思う。両方嫌だというか、今のだから立ち位置ぐらいがすごく難しいです。信用するタイプですか、疑うタイプですか？まあ、でも人を疑って入るしかないな。理想に向かって進んでいく派ですか、自由になるようになれ派ですか？自由にですね、この時期にこうなったっていう計画は見たことないので。テンションが上がることって何ですか？難しいな。試合前日に、明日が試合だから楽しみでテンション上がる時もあれば、逆に次の日がやっと休みだからテンション上がる時もあったり。普段の食生活で気をつけてることはありますか？いっぱいあります。人と比べるわけじゃなくて、自分の中でやっぱ食べれないなりに食べれるもので栄養素を取ろうという意識は徐々にというか、プロになって持ち始めているので、その毎年成長していると思います。素晴らしい。試合前にこれは必ずやるっていうことありますか？試合1分前に集中する。でもなんかそれも集中するというよりは、もういい意味で今の試合も子供の時にもう遊びで体育館でプレーしてたような気持ちですることが、自分をよりいいプレーできるかと思ってやってるので、あまり入り込まないようにしています。体のケアは何か特別なことをしていますか？一切してません。痛いところ一切ございません。プロになるには厳しく育てられるべきか、自由に育てられるべきか、どっちだと思いますか？両方必要だとやっぱ思うので、どちらかというと高校生の時は厳しくというか、結構人のミスでも怒られたりっていうことがあったんですけど、逆にプロになってからは甘やかされてるってわけではないかもしれないけど、他の選手よりは結構怒られないかったりっていうのがあるので、でも両方やっぱり経験必要だと思います。プロとして生きる上で大切なことって何だと思いますか？まあ、でもやっぱり結果を出すにはそれなりの全員努力をしてると思うので、その時間っていうのはもちろん嘘つかないとは思うんですけど、僕はやっぱりバスケをやってる時間もそうだけど、それ以外で
それこそじゃあ違うアスリートと会ってる時間っていうのもやっぱ本当に刺激をもらえてるので、そういう時間が多ければ多いほどいいのかなと思います。どんな老後を過ごしたいですか？なんかゆっくりしたというよりは何かしらの仕事はある程度やっていたいなっていう気持ちがあります。引退後もバスケットボールに関わりたいですか？そうですね、コーチとしての可能性もある、もちろんあるんですけど、それだけじゃなく違う形でも関われたらいいなと思います。やりたいことがない若者に一言声をかけるとしたら？難しいですね。それは正直今バスケットがこうやって自分の中でうまくいってなかったら何をしてた、何がしたくてっていうのが正直ないので、まあ、その気持ちっていうのがすごく分かるな。勉強してればじゃないけど見つかるとも思えないし、まあでもいろんなことに挑戦して自分の好きなことを見つける以外ないと思うので、いろんなことをチャレンジしてほしいなと思います。生まれ変われるなら何になりたいですか？いやでも生まれ変わってもバスケしてたいなと思うし、その中でやっぱホッケーやってる、それこそステファン・カリ